本間高想本間高想1909年12月18日は、明治時代の政治家、衆議院議員、浮世絵の収集家、浮世絵賞、現在の山形県坂田市において生まれる、本間家四代目の本間光道の三男であった、本間三つの次男として、出生、陽名を友三郎と言った。早くから江戸へ出ており、江川太郎左衛門の塾で、 洋楽や剣術を学んだ。また、一時は、長崎の宝術家の高崎白江門の下で熟頭を、務め、江戸地の北方警備の任に当たった。母親戦争を前に、サハリンから帰郷する際には、赤羽スネルの船で、酒田に戻るが、その折に、スネルとの地遇を得て、本負けの銃器購入のため働いたほか、仙台藩、米沢藩、 アイズハンなどの兵器の買い入れにも携わった。明治6年には9ヶ月にわたってドイツに行ってヨーロッパの新しい知識を習得した後、明治10年に日本に帰国。東京警視庁大警部外国係を明治18年まで奉職している。その後、明治25年には第2回衆議院議員総選挙において当選。帝国議会議員として活躍している。 議員生活の後は、東京小石川において、諸賀骨董賞を営み、特に肉筆受けへの売買に全力を傾注した。なお、小林文七の収集品の中には、多数の高層コレクションが存在したとされており、小林を通して、フリーや美術館に売却された、葛飾北斎の肉筆が、漁夫商フーズ、キセルモツリツビジンズ、富岳部を吹く同時などは、もともと、 構想のコレクションであったと言われている。明治42年12月8日、兄の病気見舞いに応じて帰京した際、鶴岡にて没した。去年68。ありがとうございます。